はい皆さんこんにちはこんばんは GK です今日なんですけれども今日はえ2023レギュラーついに登場ということで各チーム85以上全選手徹底解説やっておりますえ今回はザスパクサツ群馬編ということで群馬の3選手やっていきたいなと思いますまあ結構ね定着化してきた群馬の85以上でもありますがしっかりとね開幕スタメンから名を連ねましてここもまあ安定してまあいつもね85以上で超えてそうな選手たちが、えー、揃ってるんじゃないかなと思います まあ一番ね、グレード高い左のハ尾選手はもう定着してますね。はい。グレードもまあ大体90以上がもう安定してきまして、まあ今年もね、素晴らしい活躍してるので、おそらくグレードはまあ維持かそれ以上にはなるんじゃないかなと予想されるかなと思います。で、えー、真ん中の平松選手もね、去年もね、結構いいスキルね、もらってましたね。異次元もらってた時とかもありましたしね、限定でね。まあそういった意味では今年ね、限定先生も含めて楽しみな選手と言えるかなと思います。 で、えー、一番右、細貝選手は、まあ結構ね、限定で登場する機会多いですね。はい。まあ中盤の大体いい群馬の限定って言ったらもう細貝選手一択みたいな感じなので、まあプレメとかデュエリストもそうだし、でまあね、あの、先日キャプテンとかでもね、登場してましたし、まああとはね、他の、まあ、フォーカス系とかも強いので、結構年間、まあ3、4枚とかは期待できるんじゃないかなと思いますね、限定先生もね。 はい。ということで、結構おなじみの選手たちがね、揃った群馬の85条レギュラーですが、まあ、果たしてね、レギュラーとしての評価はどうなのかというところを気になる方もいらっしゃると思うので、えー、しっかりとね、評価できるようにやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 でちなみにね、群馬今調子いいですね。結構今年ね、あの上位に食い込んで、まあ本当にワンチャン J1 見えてるんじゃないかぐらいのとこまでね、はい、来てますので、今年ね、ここからさらに上に上がれるかどうかというところをね、見物というところも含めて、まあ群馬もね、結構グレードアップそういった意味では期待できるんじゃないかなと思うので楽しみかなと思います。はい、ということで早速じゃあ評価に移っていきたいんですが、まず評価基準の説明をさせてください。こちらです。 はい、えー、この動画の評価についてなんですがスキル能力値総合の3項目で1から5の9段階点を含めて評価していきたいなと思いますでまたですね1人ずつ、評点付けした後にです、ねまあとにスキル能力値ボナセン等を含めて、まあ、細かい評価を出していきたいなと思いますのでよろしくお願いしますでは早速1人目の選手から参りましょうまず1人目の選手こちらですはいザスパクサツ群馬の畑尾ろと選手です ハ尾選手、スキル3.5、能力値が4、総合4で評価しております。はい、ここじゃあスキルから見ていきたいんですけど、ちょっとね、低い評価になりました。まあ、ハ尾選手にしてはちょっと珍しい気がしますが、まあ、スキルがね、やっぱね、B タックル、B ヘディングじゃね、ちょっときついですね。4もないかな。うーん。 これはね、A がスティールだったらよかったね。うん。まあレーザービームだからね。まあ実質守備、やっぱ守備に重きを置かないといけないところで、この B スキル止まりっていうところと、あとスティールがないっていうところの急所はちょっと痛いかなという感じがします。で、なおかつ、畑尾選手ってやっぱ結構いいスキルとか持ってきがちなので、そこのイメージとかもちょっと相まって、まあ畑尾選手にしてはこのスキルだともう3.5でしょうね。はい。まあ全体で見ても3.5かなと思いますけどね。はい。 で、能力値に関してはね、センターバック一本の選手なんで、まあ当然ディフェッチは高いので、まあただボナセンは一致してないため4にしてます。で、総合は一応4にしてますが、ちょっとじじ、まあリーグで使うにはちょっと厳しいかなと思いますね。はい。まあということで、まあ、畑尾選手って結構ね、愛人枠って僕は昔言ってた,言ってたんですけど、最近ちょっとなんかね、あんまり振るわないカード出てきましたね。 でもね、多分それって多分群馬の、まあこれまでの成績とかがちょっと影響してるところあると思うんで、このまま群馬が今年調子良ければ、畑尾選手の、まあ、特にガーディアンとかは期待できるんじゃないかなと個人的には思うので、目玉カードとかにもなってくる可能性、まあ十分にあると思うので、そういう限定先生がね、とりあえずこの前半部分ではちょっと注目なのかなと思います。まあただね、その後半レギュラーとかもおそらく、まあ、畑尾選手このままだと出てくると思うんですけれども、前半このスキル構成だった分後半は、 ワンチャン期待できるかもしれないですね。で、スキル構成も良くて、ボナー性も良くてというところも考えられますので、まあ前半はちょっとね、えー、まあこのレギュラーに関してはちょっとなかなか厳しいところでありますが、まあその後半のレギュラーだったりとか、まあこれからのね、ガーディアン含めた限定戦線というところで、まあ強カードが出る可能性十分に秘めた選手ですし、まあグレードも当然ね、高い選手なので、まあそういった意味では、はい、非常に期待できると思うので、このレギュラー引いてもしっかりと、まあ、保管はしておいた方が個人的にはやっぱいいのかなと思いますね。 センターバック充実してても、まあ、今年の本当に目玉カードとして出る可能性も十分に秘めてる選手なので、まあ拾、まあ、拾える、ま、拾えるんならしっかりと拾っとった方が、はい、僕はいいと思うので、まあ、ここはさすがに保管はお勧めしたいなと思います。まあ、畑尾選手ね、今後どういったカードが出るか非常に注目なので、そこにね、注目していきましょうということですね。なかなかこのレギュラーカードだと、ちょっとレギュラーとかで使うのは厳しいかなと思いますね。はい。では続いて2枚目見て,目見ていきましょう。こちらです。 はい。ザスパツサツ群馬の平松修選手です。平松選手はスキルが4、能力値4、総合4で評価しております。はい。ここもじゃあ見ていくんですが、スキル的にはね、まあ悪くはないですよね。シャプシュート、ートリックシュート、プラスヘディングシュートということで、まあヘディングは正直まあないみたいなもんと思えばまああれですけど、まあシャプシュで中距離、まあトリックシュートで近距離というところで、まあ組み合わせは悪くないと思います。まあ4ぐらいは、はい、出していいんじゃないかなと思います。 で、能力値に関してはね、オフェチ高いんですが、ボナセオフまで一はしてないので、読んで止めてます。で、総合は読んで評価しております。はい。まあ、ここ、平松選手ね、85を超えてきましたけれども、まあ、正直ね、スキル的な強さに関してはね、まあ、トリックシュートは悪くないと思います、威力的に。シャプシュはね、そんな威力があると思わないからな。 まあ、対シュートセーバーというところで考えるとちょっと厳しいものがもしかしたらあるのかもしれませんというところで、まあ、スキル的にはね、スタメンレベルまでには行ってないと思っていいと思います。で、ボナセンもオフェ来てないので、他でよっぽどオフェとか乗ってくると、まあ、可能性は出てくるんでしょうけど、うーん、なかなかやっぱスキルの部分結構でかいですからね、CF の選手ね。 ま、平松選手もただね、あの、冒頭で言いました通り、去年異次元シュートとか持ったりしてきてるので、まあ、限定戦線、まあ、期待できるんじゃないかなと、個人的に思います。 まあやっぱり最近ね、ね結構日本人選手にも異次元が普及したとはいえね持ってくる選手持ってこない選手というのはもう明らかに差があるのでまあ、1回でもね異次元シュート持ってきた実績があると思えば、まあ、今後のね限定選手、まあ、ストライカーとかも含めてねはい期待できると思うので、まあ、ここも正直レギュラーよりは限定とか、まあ、もしくは後半のレギュラーとかそっちの方面で期待すべき選手なのかなと。 思うので、このレギュラーは、ま、拾えるなら一旦保管してもいいかなと思いますが、まあ、CF で結構ね、絶対的に強い選手使ってるんだったらそんなに保管しなくてもいいレベルなのかもしれませんね。はい。もう一皮向けてくるとそうにも言ってられないんですが、そこのもう一皮向けると思う人は、 まあ89条とかにね、上がってくれると思う人は、ま、ぜひね、取っておいても面白いんじゃないかなと思います。ま、たちょっとセンターフォワード、ちょっと手薄な人とかはね、ま、あ広く受けた方がいいので、まあ、残してもいいんじゃないかなと思います。はい。では、3選手目見ていきましょう。こちらです。はい。ザスパクサツ群馬の細貝はじめ選手です。細貝選手、スキル4.5、能力値が4、総合4で評価しております。 はい。ここもじゃあ見ていくんですが、スキル構成は、まあ、4.5ですね。パイクとスティールとハードタックルの組み合わせにフィードですね。非常にいいと思います。まあ、ボランチでもセンター、ミッドフィルダーでもどちらでもいいと思います。で、能力値に関しては、まあ、ボナセンディフィーですね。ただ、ま、基礎値が高くはないので4止まりにはしてます。で、総合は4で評価しております。はい。まあ、レギュラー結構多いですね。こういうタイプの選手ね。まあ、ボランチでしっかりとスキル構成してるけど、まあ、能力値がちょっと足りないという選手に、ま、言えることはもう、 ディフェッチをとりあえず上げること。まあ、これしかないと思います。ただ、ボナセンオフェ、あ、モナセンディフェついてるのは非常にいいですね。はい。やっぱ上げないといけないとなった時に4センスしかつけれないので、そのセンス一つでも固定なので、まあ、その固定がしっかりと上げたいディフェンスというところは結構やっぱでかいですね。はい。なので、まあ、他の3センスだったりとか、まあ、ブーストプラスとか、まあ、キラとか、まあ、そういったところを含めて、まあ、できればね、ブーストプラスとかキラとかね、そこで基礎値を上げつ,つ、まあ、センスをつけるというのは結構理想的ではあると思うんですけれども、 まあそこさえ補えれば、まあ本当にボランチのスタメンとかもちょっと考えてもいいと思います。まあただ特にキラにはしたいね。グレードも85だしね。うーん、キラにはしたいところかなと思います。まあ細貝選手も去年確かチャレマーでグロ落ちてたはずなんで、まあそこで拾ってる人とかからしたら結構、まあこのレギュラー引くと、まあセンス厳選してみてもいいのかもしれないですね。はい。 ということで、まあ、細貝選手ね、冒頭言いました通り、限定が結構出る選手でもありますので、まあ、そういうなんか、ランインベとか特にやる人とかは、特攻目当てで取っておくというのもちょっと面白いのかもしれないので、まあ、あとはもう、レギュラーとしてもね、スキル構成とかも非常にいいので、まあ、残しやすいタイプであると思います。まあ、ただ、中盤ところね、結構 J リーグでも、まあ、屈指の、まあ、本当に競うべまあ、寄相手が多いポジションと言いますか、まあ、タイプが似てる選手が多いと言いますかね。うん。 なので、ちょっと激戦区であるポジションではあるので、そこを、まあ自分のそこのね、選手たち、持ってる選手たちとかを見て、まあ残すかどうかは決めてあげてほしいなと思います。まあただ、はい、限定結構出るんで、まあ残しておいても損ではないかなと思います。まあ去年もね、デュエリストとか、まあ大体限定来ると細貝選手89とか乗ってくるので、まあそこまで見て残すかどうかは決めた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、3選手評価終わりましていかがだったでしょうか まあ結構そのね、序盤、まあ冒頭で言いました通り、えー、まあ、計算しやすい選手と言いますか、まあそれなりにやっぱ評価を受けてそうな選手がしっかりと、まあ開幕するために名を連ねまして、レギュラーとして登場してるので、まあ、集めやすくはあるかな。 あと、限定に期待しやすくはあるかなと思います。ただ、ま、そこに価値を感じるかっていうのは、まあ、皆さんユーザーの人の、まあ、ユーザー次第っていうところもありますしも、もう手持ちの選手次第とかもありますので、まあ、残すべきかどうかというのはそういった、ま、ね、来年のこととか、まあ、限定のこととかも考えつつ、で、あとはそのポジションに対して自分が誰を持ってるのかというのをしっかりと考えた上で、まあ、比べた上でね、 まあ、売る選手は売る、残す選手は残すというのをしっかりと決めていってほしいなと思います。まあ、あまり残しすぎるとね、トレードコイン逆に足りないよってなっちゃうと、もともこもないので、まあ、そこの選別はちょっと難しいんですけど、しっかりとね、自分で選別を決めて頑張ってほしいなと思います。では、今回の、えー、J2 ザスパクサツ群馬の評価、レギュラー85以上評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。